おまけもらってありがとうさん。変わらないこの感じ、やっぱ好きやな青森チェック。遅刻の連れと雨村さんとか古着屋めぐっちゃおうよ。派手めのデニム早速ゲット、かわいいやん。懐かしい会話、中身は何もないけど、今は少しだけ羽伸ばしたくて、こんなアホなこと話してたら、かじってたタピオカトッピングのアイス遠く落としちゃった。ほみたかみな待っててね、ほんまかいな嘘じゃないよ、だけどまだやれそうなことあるような気して諦めない。わくいなディアフレンチョワシトを、悪いなんてやねいつの間に。いやー、大阪にはやっぱりおもろいおばちゃんが生息しておりまして、特にファッションセンスはなかなか甘すぎるのが私は。ヒョウ柄のシャツ、ヒョウ柄のパンツ、はい、ヒョウ柄のパンツ持ったりしてると、あなたのセンスは猫とかなんて突っ込まれるかしますけれども、あー、ファッションといえばこの間変な人を見ときましてね。今は少しだけ離れてるけれど、この場所にもらった笑顔全部そのうち100倍に。みんな待っててね、ほんまかいな嘘じゃないよ、ツッコんでまた笑ってるこの街、お話と夕日落ちてゆくよ。